たまにはこういったシチュエーションでコーヒーを飲むのもいいもんだな。俺は谷原翔介、一応仮名だ。俺はいわゆるパチンコの専業者で、巷ではプロなどと呼ばれているものだ。しかし俺たちのような専業をプロなどと呼んでもてはやすのはあまりにも馬鹿げている。それは専業と呼ばれる人間に巷の人間が憧れるようなプロとしての華やかさなど微塵もないからだ。2時か。やっていることは地を這いずり回って有料台を探し、泥水をすするような感覚で稼働率を上げ、ただただひたすらパチンコ台を回し続けて期待収支を上げていくことだけ。更新するか、それとも、え、うちのアパートが賃料値上げ？ええ、1年後に建て替えするそうで、それに伴って賃料も。ふむ、その結果こそが俺の年間収支につながっているのだからな。まあ状況も状況だしな。おかげで踏ん切れたぜ。新居を決めるためにも周辺のホール状況を確認せんとな。まずはあそこに行ってみるか。朝一の某 X 店、3円換金、ちょだま利用無制限。さて昨日の仕事人は、昨日はギリギリ稼働できるような釘調整だったが、右を潰された上にへそも微妙に締められたか。チッ、前日の調整でギリギリ稼働できていたレベルをあからさまに締めたということは、この台は確実な回収調整になったということだ。他の台、玉増やしのできる平時、ライトリング、地獄少女を確認するか。全滅か。ちょだまでさえ稼働できるレベルの台がないな。玉増やしとちょだまで稼働できることを前提にしていたが、この状況では潮時かもしれんな。新たなホールを探しに行くか。そうだな、更新手続きするついでだ。普段は行かないあの辺を見てみるか。某 C 駅、確か駅周辺に5店舗あったな。順番に見ていくか。5店舗ある中で俺の基準に合うチョダマが利用できてそれなりに立ち回れるホールは1店舗だけか。しかしチョダマ利用できるホールであっても、新規に稼働する場合は現金投資できるレベルで稼働してチョダマを作る必要がある。そのためには情報を精査し、ホールがいい状況で営業している時をピンポイントで狙わなければいけない。現時点でカンフル剤にはならんが、将来稼働するための予備ホールにはなりそうだ。もう少しメインで立ち回ることのできるホールが必要だな。まずは不動産屋に行って更新手続きだ。その後でじっくりホールを回るか。今の自宅から立ち回り範囲マックスに近い距離のホールへ足を伸ばしてみるか。転居先チェックも兼ねてな。体を休める場所として家は非常に大切だ。しかしきちんと体力回復できる環境を整えられるのであれば、多少負担がかかっても転居すること自体は問題にならない。特に今は稼働率を上げることが俺にとっての至上命題でもあるのだからな。某 B 駅、ここはチョダマ無制限とはいかないまでもチョダマ利用できるホールが多い場所。しかも俺はある程度のチョダマをこの場所の各ホールに持っている。某ホール A、 3円換金、チョダマ利用規格によって2000から5000発まで利用可能。まずはこの某ホール A から。今まで某 X 店をメインホールとしてきたからなかなかチェックしに来なかったが、今日のこのホールからのメールは以前激アツイベントをやっていた時の文言、夢八入魂が書かれていた。さてどんな調整がされているか楽しみだな。まずは玉増やしのできる機種、平次からだ。平次の右は恐ろしいほど潰されている。仕事人4は盤面右が多少渋くなりつつも、寄りからへそにかけての調整がそこそこ。試し打ちしても良さそうな台が数台ある。ライトリングは、
盤面右の調整がいい台が数台、へそ周りも悪くない。チョダマを使用できる上限はあるが、この状態ならチョダマをベースに稼働できそうだ。さて、このホール周辺で俺がチョダマを持つホールは他に3店舗。じっくり見て回るか。チョダマを生かせそうなホールは3店舗のうちこの1店舗だけだな。つまりこの某 B 駅周辺はさっきの某ホール A と合わせて2店舗が稼働できそうってことになるな。6時過ぎ、なるほどな。ということは転居先をあの辺りにすれば良さそうだな。1月25日水曜午前11時某ホール A、 今回はチョダマ2000発まで利用か。持ち玉ベース22回ほどある上にひねり打ちでそこそこ出玉も増やせ、現在ドル箱が4箱、 ST 中は止め打ちで出玉を現状維持にするのがやっとだが、 ST 中に出玉を減らすことなく大当たりで規定値よりも多くの出玉を得ることのできる3円換金ベース22はもはやお宝レベルだ。稼働先を確保することこそが専業のあるべき姿ということだな。疑似さんまで言ったか。さて、ひねり打ちといくか。7カウントまで普通に打ち、8カウント目を弱め、9カウント目を打ち出した直後に全開でもう一発。5ラウンド中4回オーバー入賞か。まあまあってとこだな。さらにこの ST 中は止め打ちをして現状の出玉を維持しつつ、結局16ラウンドを3回、5ラウンドを2回取って一気に5箱、合計9箱の出玉を確保した。盤面右を潰された平次よりもこのホールではライトリングの方が状況がいい。この状況であればまだまだ玉増やし騎士を中心にして稼働は続けられそうだ。なんで こっちの方まで来てるなんて珍しいね。最近見かけなかったのはこっちの方に来てたからなんだね。まあヤサも変えたしな。星沼さんは相変わらず地獄少女かい？おう、やっぱり交換金低回転時代の今は安定した出玉の騎士を狙っていく方がいいと思ってさ。だから今は地獄少女メイン。もちろん仕事人4も狙い目にはしているけど、お客がつきすぎてホール対策も厳しい分、地獄少女の方が僕的には立ち回りやすいと思ってね。今回はいつもの激アツイベントだった名残もあって調整もそれなりに良さそうだから頑張ってみるよ。じゃあまた後で。ヤサを変えたって引っ越したの？専業っていうのはジプシーみたいなもんだからな。良い状況を求めてヤサを変えるのは当たり前だろ。そうか、そうだよね。でも僕はもう家を持っているし、住所を変えるにはいろいろ考えなきゃいけないから、この状況下で自分がどれだけやっていけるかっていうのも僕の今の課題だから、そこら辺は仕方ないのかもね。じゃあ星沼さんがパチンコでの生活を続けようと思うのなら、それが致命的な欠陥にならないようにすることだぜ。ありがとう、頑張るよ。同日午後8時30分。谷原君、今日は地獄少女で久しぶりに納得いく稼働ができたよ。稼働終了かい？うん、このホール僕の自宅から遠いからね。それに帰ってやらなきゃいけないことがいろいろあって、谷原君みたいに稼働率を上げていけるよう僕も僕の置かれている現状の中で頑張っていくよ。じゃあお先にね。状況に合わせて臨機応変に動く、それは専業が生きるための極意だ。それができない星沼さんは軽装で雪山を登山しているのと同じくらい危険なんだぜ。まあそれに気づくかどうかは星沼さん次第だが、現状で頑張っていくというのならそれはそれでいいだろう。見せてもらうよ。
専業の常識外で頑張るという星沼さんの行く末をね。俺は金を稼ぐための専業者、稼働率を上げて収支を確保するためならジプシーのように転居も決める。誰が何と言おうとそれが俺の生き方だからな。この話マジです。